この街に暮らしてなければ。27年前、生まれ故郷西条市丹原町に戻り、果樹農家となった山内義文。5年半にわたる海外の旅を通して、安全な果樹を自然に近い形で栽培する農業に行き着いた。現在はキウイフルーツを中心にした観光農園具徳山を営んでいる。僕とこはもうずっともう長いこと農福連携で、障害者施設の子たちが来て作業してくれるんですよ。でみんな喜んで楽しみにね、やっぱりみんな普段はちまちまと作業所の中で仕事するじゃないですか。やっぱり年に何回か育てて思い切りこう大きなものでバロタイなんかして作業してくれるの楽しみでね、皆さんものすごく楽しみによく来てくれる。一応モットーは全力を尽くして何もしないということを、それを非常にベースにして農業をしているという面はありますね。日本、僕が農業を始めて今年で27年目になるんですけど、いわゆるやりよるうちに、いわゆる日本の農業問題いろいろ矛盾だらけみたいな気がついて、自分なりに何とかしようと思っていろいろなことをしたんですけど、結局何もできなかった、どうにもならなかったというのが基本にはあるんです。で、まあ、今もそれを一人の人にでも伝えたいという思いで一応観光農園をやってるんですけど、だから自分の畑で私が作りましたなんていう言い方は絶対要せんですね。畑のもん持ってきましたとかね、そんなせめてそんなふうな言い方、本当に気がすることをお手伝いしてるだけ、それはもう変わらないですね。